はい、皆さん、こんにちは。ルートチャンネルです。それでは今日も、物理の解説動画いきたいと思います。今回からですね、新しい話、等速円運動について話したいと思います。等速円運動というのはどういうものなのかというと、まあ、ここにね、絵を描いてるんですけども、まあ、ちょっと手書きなんで、まあ、ちょっと若干ね、いがんでたり、丸がね、綺麗な丸じゃないとかあったりするんですけども、まあ、ストロボ写真だと思ってください。で、このストロボ写真で、この円の運動を、まあ、撮ってるんですけども、まあ、等間隔で、ね、なってると。まあ、このように等速円運動というのは、はい、まあ、このようにですね、物体が一定の速さで円周上を動く運動のことです。まあ、これのことですね。まあ、なんか具体的な例何かないかなっていう話なんですけども、まあ、例えば、地球、これって、まあ、中心に太陽があって、その周りを、まあ、地球がね、1年かけて回ってますよね。これは、等速円運動に見えますね。で、他にも、はい、原子。これも、中心にプラスの電気を持つ、まあ、原子核があって、その周りを電子がね、こうやって回ってますよね。それも確かに、等速円運動になりますよね。まあ、このように身の回りにいろんな例があるんですけども、まあちょっと2つほどにとどめておきます。それで、まあ、この等速円運動を勉強する上で、4つのね、新しい言葉と式を、理解してもらわないといけません。まずは、加速度。これは、1秒間に進む角度です。それで式なんですけども、こう書きます。まあ、このように、ここで、なんか W を一筆書きしてないです。これ、ギリシャ文字でオメガって呼びます。これ1秒間に進む角度なんで、この進んだ角度、θ を、時間 t で割ってやればいいと。まあ、そのままですね。で、単位なんですけども、これ気をつけてほしいのは、これ、度じゃなくてラジアンです。基本的には、弧度法のラジアンを使って、各速度を表します。で、次に、物体の速さです。はい。まあ、これは、まず各速度は、1秒間進む角度ですね。角度だけを見ています。で、物体の速さはこれです。じゃあ、角度が、ね、各速度が分かったら、じゃあ今度は物体の速度っていうのはどうなるのという話なんですけども、こうなります。この先ほど求めた各速度に半径をかけたものです。単位は、これは一緒ですね。メートル毎秒です。じゃあ次に、さらに新しい言葉、周期。はい。この周期というのは何かというと、この物体がこの一周するのにかかる時間のことです。で、これは周期は t で表します。でも当たり前なんですが、まあ、単位はこれ時間なので秒ですね。で、これは、はい、こう書けますね。一周って2倍ですよね。弧度法で言うと、この1周360度っていうのは2倍なんで、それを各速度で割ってやれば、時間が出てきますよね。さらに、はい、こういうふうに速度、V で書いてあることもできますね。その場合は、まあ、ここに R がつくと。では最後に、回転数。これは、まあ、1秒間で回転できる回数です。まあ、これは簡単で、まあ、回転数っていうのは n で表すことが多いんですけども、これは周期の逆数です。はい。それで、回転数の単位なんですけども、回パー秒、またはヘルツを使います。以上、この4つのね、式。これをまあきちんとマスターしてください。で、特にこの各速度、周期、回転数っていうのは、まあ、なかなかね、いきなり新しく出てきた言葉なので、まあ、きちんとね、マスターしてください。はい。では、ちょっと例題を1個解いてみましょう。
例として、半径 0.20 メートルの円周上を5.0秒間で20回転する等速円運動があったとしましょう。まず、これの回転数、周期、各速度、速さを求めましょう。まず、回転数なんですけども、これは簡単で、5.0秒間で20回転しているので、求め方はこうですね。はい、こうですね。5.0秒間で20回転するので、こう書けますね。次に周期。これは、回転数の逆数でしたね。さっき回転数を求めるときは周期の逆数で求まったので、じゃあ周期を求めるときは当然回転数の逆数ですね。なので、はい、0.25秒です。じゃあ次、各速度ですね。各速度はどうやって求めるかというと、もうさっき出たこの式を使います。t イコールオメガ分の 2π。これより、各速度オメガは、このように書けます。25ラジアンパーセカンド。で、最後、速さですね。これは、この式より求まります。今、半径は、0.20メートルなので、この各速度、今求めた各速度にかけてやると。これを使いましょうか。このように5.0メートル毎秒と出ます。はい。以上が、等速円運動の、基礎的な話で、重要なパラメーター、ね、4つ。特に、この、回転数、周期、各速度の3つは、新しく出てきた言葉なので、しっかりと、ね、ここでマスターしてください。はい。ではね、今日はここで終わりにしたいと思います。それでは。